こんにちは、ダイナボアーツニュースをお伝えします。三菱重工相模原ダイナボアーツのフランカー小林則也選手がぎっくり腰になったことが分かりました。小林選手によりますと、息子の運動会のデカパンレースに参加するために練習でランニングをしていたところ、前触れもなく突然腰に痛みが走ったということです。ぎっくり腰になったのは4年ぶり3度目で、使いかけのリップクリームのごとく忘れた頃にやってくると話しています。小林選手は、ぎっくり腰になったことのある人にしかわからない痛み、つらたんと話していて、さらに運動会は雨で中止になったということです。小林選手によりますと、現在は快方に向かっているとのことです。皆さんもくれぐれも健康管理には十分にお気をつけください。先日、相模原市立工業小学校でダイナボアーズのプロップ小木曽昭弘選手とスクラムハーフの大島一平選手がタグラグビー教室に参加しました。参加したのは工業小学校1年生の皆さんで、元気いっぱいにボールゲームを行いました。ダイナボアーズの今年のスローガンは、もっと地域密着。子供が大好きだという小木曽選手は、とにかく元気があって楽しくラグビーを教えることができた、こちらまで元気をもらったと話していて、オギの愛称で1年生の皆さんからも人気を集めていたそうです。ダイナボアーズはこれからも地域の皆さんに寄り添い続けます。以上、ダイナボアーズニュースをお伝えしました。